飯。飯倒しに行くわ。なんかこの間見つけたあっちの奥のポイントに1メートルぐらいのねクソでかい魚いたから、そいつに会いに行こうと思ってます。まあこんな安物の森じゃ刺さらないんだけどね、大物には。で今回もゴーグルの中にヨモギ入れてくわ。やっぱ効果ある気がしてるんだよな。本日も一日よろしくお願いします。歯応えのねえやつだな。小さいしな。カサゴ綺麗なやつでしょ。まあ閉まってるかな。カサゴって背びれになんか毒とかあったっけ。でまあこの2匹ダイヤルです。今日取れたのが鷹の肌とカサゴっていうかアラカブか。米、海苔、魚。そういえばこの間つけといた梅干しどうなってるかな。なんかすごい果物みたいな匂いすんだよね。なんか回してあげたりしてね。2週間ぐらいでできるって言ってたような気がするんだけど。そういえば畑も株がねちょこちょこ芽が出始めてる、ね、ただなんかめちゃくちゃさこの穴は開いてんだよね。虫に食われてんのかな。心配だね、すごい。あとねレモンキュウリも芽がちょいちょい出てきてて、他のやつがまだ出てきてない。サニーレタスはね
結構いい感じ。フランスでもらった唐辛子の種育ててたんだけど、あ、全く芽出てこないね多分これダメだせっかくもらったけど。でパセリはなんか順調かな。今日も今日撮って、ネギとさつまいもとトマトの苗があるから、これはまあ植えられるところまで植えちゃおう。ちょっと放置しすぎて根っこがなんか生えてきてるけど、次トマトで、うちの目の前にさ川があって、そこでうなぎめっちゃ取れるらしいからさ、その餌になるミミズをさ探してるんだけど、畑を耕しながらこうやって。だけど案外探すといないんだよなミミズって。探してないといるんだけど。ネギ、オッケー、全部植えられたわ。あっちがさつまいもで、トマト、ネギ。このエゴマってやつの苗もらったから、これも植えます。結構これ夏に生える葉野菜で、葉っぱをこうちょこちょこ食べながらまたどんどん生えてくるから、無限に食い続けられる。あー、ちょっと疲れたんでエネルギー補充するわ。ちょ、飯倒してくるわ。なんかこの間さ、撮影してない時に素潜り行ってて、その周りがねやっぱ結構魚いて、で深くて面白いかったから、そこに行きます。本日も一日よろしくお願いします。何こいつマジで初めて見た。すげえ身がさ柔らかいわ。森でついたら切れちゃったもんね。なんかぬめりがすごいわ。こいつ何なんだろうね、食べれんのかな。僕らは社会不適合者、突き進むフリーター
何も倒せんかったわ。やっぱね、あのポイントは結構深いし、魚もでかいから上級者向けかもしれない。米、野沢菜、卵、納豆。ミミズ探しの旅するわ。今日うなぎを釣りたいからさ、ミミズを餌にして釣ろうと思うんだけど、あいつらなんか乾燥したとこより湿度が高いところにいるらしいからな。あとなんか落ち葉の下とかにいるらしいんで、土掘れば出るって噂なんだけどね。いねえな、落ち葉の下とかに。意外とその土の中奥深くとかじゃないみたいだね。いたいたいた、ほら、よし。いやもうなんかなかなか見つかんないから諦めようかなと思って。いたわ、やっぱ落ち葉の下にいるんだな。かわいいな。いや一匹も見つからんかと思ったわ。おお、2匹目。小さいミミズか、シンプルに。あれ、お前もしかして脱獄しようとしてる？おい、ダメだよちょっと土入れとくか、そしたら逃げないかもしれない。で、竿2本あるから、まあ、どっちももらい物なんだけど、これで釣ります。ただなんかうなぎ釣りって夜やるべきらしくて、もうちょい日が沈んでからかな。今のうちにどこでやるか決めとくかなんか小魚飛び回ってる。そろそろ日も沈んできたんで始めるか。でね、対馬のさ、ミミズでかすぎるから切って使った方がいいと思うんだよね。なんかこのかけ方良くない気がするな。すぐ死んじゃいそう、ミミズが。まあいいや。じゃあお邪魔します。で、2本目はこの橋の下らへんに。お邪魔します。あれ、あ、やばい、あ、おお、あ、あおいお前かよ、草うぐお前川にもいんのかようぜぇ、違うやつ釣れたわ。くっそこいつなぁ。海で釣りした時もさ、こいつにすぐ食われちゃって普通の魚釣れなかったんだけど、川でもこいつ釣れちゃった。つながってるからね、川と海、すぐそこで。だからいるのかな。見た目はね、かわいいんだ。ほら。でもこいつがいるってことは、あれだな。ミミズ切らない方がいいかもな。でかいミミズを使うか、でかい針にするかしないと。これでもう一回、いきやす。暇だから、カップ麺作る。ニンニクも入れとく。いただきます。
なんかピクピクしてる。かかってっかな。あー、なるほどね。餌取られてるわ。だからでかい、こっちにはね、でかいミミズつけても、結局さっきのクサフグが食っちゃうな。カニ来た。いやー、巻きました。クサフグしか釣れんかったわ。なんかね、取るだけだったら釣りより、あの、罠仕掛けてうなぎ取る方がね、簡単みたいだから、今度罠めちゃめちゃ仕掛けてやってみようかなって。